ラブちゃんでーす。私たち結構ライブやってないじゃないですか。うん、もう1年だ。うん、ライブやってない間にね、自分らの曲のことをちゃんと覚えてるのかっていうね。うわ、この前のみっちゃんのベース配信参加や。結局さ、まあ弾ける弾けないとかよりさ、まあ、曲覚えてるかどうか、そう、覚えてるかどうかちょっと分かんないから。うちの曲は意外とおしゃれなのみたいなね。いやだからちょっとうちのバンドの曲でイントロクイズをやってみようかなと、うん、これだったら音源そのまま使えますんで。使い放題ですんで。まあ出題はダウンローディング、テイスティング、まああともしかして YouTube からも出ちゃうかもしれないね。いや東京スイムとか最終戦争覚えてないよ。1曲目いきます。はい、一瞬目。じゃあ2秒で止めます。いやもう1秒にしよう。1秒、音鳴った瞬間止めて。マジ、うん、いきますよ、うん。へい。早い。はい。存在証明ボイス。正解です。ウィーに俺はびっくりしちゃった。絶対手挙げてから考えたでしょ。いや、そんなことない、そんなことない。でも即座に曲名出てきたもん。すごいわ。これはだって歌入りやもん。いや、確かに。もっと早く止めていいよ。じゃあ、2問目いきます。はい。いいよ。どうだ？あやっちの方が早かった。俺の方が早かった。うん、東京スイム。違います。はい、え、みっちゃんじゃない、次、うん、一等星。違います。言葉。正解。うわもう水じゃ分からない。水だったな。これでした。そうか、これでした。よし、明日。あで、もう何でもいいじゃん。何でもありだよ。よし、大事なやつならいけるよ。でも確かに東京スイムも、うん、一等星もブレスよね。確かに。じゃあ次の問題いきます。これはわかるわ。二十歳。アフタヌーン。正解です。え、すごいね。止めんの、止めんの遅いって。遅い、今のでも遅い。止めんの遅いって。もう絶対わかる。アフターノイズでございますよ。うん、すごいわ、みんな。すごいやん。アフターノイズは、ゆうきゃん作詞、レイジ作曲、うん、俺、タイトル決めですから。珍しい。珍しい。はい、じゃあ次いきますよ。はい。はい。あ、いや、足立が早いけど手挙げただけかな。いや、分かってるよ。聞いてる？ハッピーラブソング。正解です。すごいやん。みんなガチやん。ハッピーラブみたいな。なんか2鍵盤のこのピルルルみたいな音やろ、これ最初。絶対手挙げてから考えとるやろ。俺ね、ウィスパーで刺した。あのね、確かに。あ、つらってたんだよ、ウィスパーの時。いやいや、でも分かってるから、うん、分かってるよ、うん、次の問題いきますよ、うん。あ、もうこれなかったね。ブレスなかったな。わかるわ、うん、いきます。東京スイム、はい、正解です。すごい早いわ。ノーブレスですね、うん、ブレスなかったね。反射神経系だね、これね、本当に、はい、じゃあ次の曲いきます。はい。イメージはもうできてんで、おさっきの方がちょっと早かった、うん、マジ。いいよ、足立分かってんの。いいよ、いいよ。劇場のルティア。違います。いっちゃん、正体は冒険者。違います。でもクラッシュっぽいんだよね。あー、分かった。言っていいですか。うん、ローディング。違います。未来ディストーション。違います。いやボロボロじゃん。ボロボロじゃんか。ドラムの音は、はい、はい、最終戦争。正解です。よし。あー、最終戦争。最終戦争。あのね、ローディングはリバースシンバルから始まるよ。はぁ、そうや。ダラ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 って始まるから。マジや、うん。じゃあ次行きますよ。はい。ん？あ、ん？いやでも存在証明じゃないな。あ、知ったー。それだよね。あー、聞こえた。あーだよね。あ、歌から始まるやつやろ。はい。はい。アンビシャス。違います。オンライン？ユーキャンだった。ユーキャンだったね。あ、あって言ってた。明日なんで。え、それしかなくねえか。何問かもな。あー、わかったー。うわ、アナヤテブ、ジャンケっぽい。みーちゃん。ブルーピリオド。正解です。わかってたのに。わかってたのに。あ、でしたー。うわ、その曲を全然考えてなかった。そうやん、これは俺らの曲やん。そうなんだよ。たみっちゃんと同じぐらいのタイミングで分かったね。あラストの問題いきます。もうこれは。いや、重い、もうもうもうね、もう重いよ。あー、なんとも心がいきます。はい。
100年後の僕ら。正解です。もう歌詞ないのに歌詞重かった。早いね、みんな。すごいわ。全然わかる。確かにね、逆にユーキャンわかるのかって話よ。いや、確かに。私逆に出てこない気する。うん、えタイトルパッと出てくる出てくるんじゃない、さすがに。そんなめっちゃ曲ないからな。いや、私、怖い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 。やばいね。ちょっと、やばいね。ユーキャン、行きたくない。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 マジで出てこないね。もう出した曲出さへんっていう時点でもうだいぶよ。絞られてだいぶ絞られてる。あと少ない残りが。いや、私、歌わないと分かんないんだよね。どうしよ、どうしよっかな。どの辺からいこうかな。まあ、いいや、ここじゃあ簡単問題いきますか。はい。いきまーす。うん、俺、分かった。共感覚シグナル。すごい。ひねり出したね、今ね。いや、なんかさ、この、カウントあったっけなってなっちゃうわ。ライブの時あるもんね。そうなんだよ。はい、分かることが分かりましたね。もう危ないからやめたか。危ねえ。いや、ちょっと、ゆうきゃんにいつも出していい？やだよ。行くで。うん。せつなでしょ。ああ、よく分かったね、こっちで。こっちのマンションで。分かる分かる。だから大丈夫だから。落ち着きたまえ。これ、リスナーさんの方が早いかもしれないから、ワンちゃん。せつなのタイトルは？刹那ファンタジーです。刹那のファンタジーじゃないのよ、あれ。はい、ということで今回はうちのバンドの曲でイントロドをやってみました。みんなすごかったです。ぜひ一緒に遊んでください。なんだかんだわかるもんだね。すごいわ。まだ覚えてる。1年もライブできてないけど、うん、弾けるとは言ってないんだけど。ただね、弾けるってだけ。はい、ということで今日のサムチャイジャーです。ありがとうございました。